ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年の4月の5日水曜日です。今朝の4時を回ったところです。今日は、昨夜行われました名人戦の前夜祭をレポートしてみたいと思います。第81期名人戦7番勝負第1局東京対局前夜祭が行われました。これはホテル椿山荘東京のホテルで行われましたが、前夜祭が始まって、2人が会場へ入場されます。まあそうするとですね、もうファンの方が一斉に携帯を持って、まあそのファンの間をこう入って、2人入ってくるんですが、もう押し寄せましてね、撮るのが難しいぐらい、そこでパシ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 、もうみんな携帯で写真、そして会場も、まあ、300人ぐらいと言われてましたが、もう超満員でしたね。まあ、この将棋界の今の盛り上がりをもうパッと見ただけですっかもういっぺんでこの熱さを感じましたね。そして今回は将棋界のタイトルの中でも一番歴史が長いと言いますかね、歴史のあると言いますかね、それのタイトル戦です。まあ、将棋界の中で名人というのは、まあ、一応最高の位というように認識されております。そして、今回はその第1局の前夜祭です。東京です。やはり東京まあ盛り上がり方がこのガーッとすっごい感じが2人の入場の時でまあ分かりましたね。そして今回は81期名人戦ということは、将棋のマスが 9×9 で、まあ、81のマスがあるんで、そのマスとちょうど合ってる81期というんで、まあ、記念する名人戦にもなっておるということで、さらに盛り上がりが回っているようであります。そして今回はイベントの、まあ、最初の挨拶は主催の毎日新聞の挨拶、そして朝日新聞、そして日本将棋連盟の佐藤康光さんの挨拶、なんか会長今度羽生さんに変わるというようなことちょっとネットで言いましたが、まあいろいろ将棋界も動きがあるようです。そして大和証券グループの挨拶、そして花束贈呈ってね、そして花束を女性の方2人出られて、花束をまあそれぞれに送られまして、そこで記念撮影となって、4人で記念撮影が行われました。そして今回は何といっても渡辺明名人の4連覇がかかっている対局です。そしてこの4連覇を遂げると、5連覇をすると永世名人というね、永世名人に王手がかかるかというキャッチフレーズでしたね。そして藤井聡太竜王、何といっても7冠がかかってますからね、まあ史上最年少ということもありましょう。名人戦を取るとまたこれも史上最年少という、まあ藤井聡太のようにはいろんな記録もかかっておりますよね。そして今回藤井聡太竜王のちょっとこう姿とかこう顔などを見ますと、ちょっと大人びてきましたね。なんか二十歳になられましたけども、なんかちょっと一気にこう大人びてきたというかね、まあ今六冠ですからね、何せも貫禄もつきますよね。まあ自信もつきますし、まあ誰もが、まあ、その将棋界の一人者としてもう認めます。それだけの脚光もありますし、実力もありますし、ファンの熱狂も、まあ、ちょっと今までと違ったテンションの高いところでこう行われてますからね。もうこの前に行われた羽生善治九段との戦いも、これ世紀の戦いと言われてものすごい盛り上がりましたが、今回はまた名人戦という将棋界の一番、まあ、格調ある高い、そして持ち時間も9時間という、まあ、ものすごい戦いということで、もう一般の将棋をあまり分からない方までもこう盛り上がってくるという、そしてもちろんマスコミも、毎日新聞、朝日新聞も新聞に特別なところ特集をこう出しますし、もうネットの世界ではもうすっごく出てますね。
もう藤井聡太竜王のは毎日出てますし、今回は特にこの渡辺明名人とのこの世紀の戦いということで、もうだんだんと周りも熱くなりますし、マスコミの報道も熱くなりますし、ファンも熱くなると まあ会場もですね、この見た瞬間にこの熱気がちょっと違いましたね。すごかったですね。この前夜祭でもこれだけ盛り上がっていますからね。もうその熱気の中で、2人の挨拶が始まりました。まず最初に藤井聡太竜王の挨拶です。まず最初にですね、主催の毎日新聞、朝日新聞、そして、協賛の大和証券グループ、協力の藤田観光、まあ、全部名前を 言われて、お礼の挨拶から始まりました。そして、藤井聡太竜王は子供の時から実は名人戦には、まあ、憧れていたというね。まあそうですね、棋士になる人は誰も名人を取るを目標に、棋士になっていくわけですから、これはその憧れが今回は実現するということでね、すごくこう喜びと、またその高まりというんですかね、それを表現されておりました。そして、まあ、持ち時間が9時間ですからね、これをまあいかに考えて最高のパフォーマンスをまあ出したいということ、そして、まあ、今回は多くのファンの方に期待をされてますからね、まあ、勝敗ももちろん勝たなければならないんですが、その寄付としても将棋界としても新しいこの世界が開けるような対局にしたいというこの思いがね、すごくあって頑張りたいと言われておりました。続いて渡辺明名人が壇上に立たれて、やはりこれも主催、協賛、協力で全部挨拶の名前を言われてお礼を述べられておられましたね。そして、前夜祭はまあ4年ぶりにね行われて、まあ、この盛り上がりに、まあ、感謝したいということも言われておりました。そして、まあ、9×9 の81のマス、そして今回が81期の記念大会ということもですね、触れられて、おられましたね。そして何もこう見てみると、声も高いし、テンションも上がってるし、まあ、明るさもあって元気もあって勢いもある、そんなこの挨拶の中からどんどん感じましたね。ですから今回の名人戦にかけるこの思いというんですかね、それが非常に、この挨拶の中からガンガンビンビンとこちらへ来ましたね。そして、まあ、この最高に注目されている中でやりますから、ベストを尽くしてね、本当に歴史に残るようにベストを尽くしたいと言ってね、この勢いのある挨拶をされました。この藤井聡太竜王の挨拶も、渡辺明名人の挨拶も、なんかぐわっと一段テンションが上がったところで、こう、語られてというか、挨拶されたのがよくわかりました。もう今回は、本当、もちろんファンの方も熱い、マスコミも熱い、対局される方も熱い、私も見るのも熱い感じで、今日から始まる第81期名人戦。東京で行われますが、ぜひこの一戦は熱く見たいと思います。ごきげんよう。